人材育成の前提として必要なのは、子どもを産み育てやすい社会です。国民民主党は今回の提案の子育て・人材育成4本柱の中で、関連施策の所得制限撤廃、年少扶養控除復活等をお示しし、所得制限撤廃法案は国会初日に再提出しました。子育て支援、教育に関する国自治体の関連諸施策において、所得制限を撤廃すること。 え、及び燃焼扶養控除復活に関する総理の所見をお伺いします。